皆さんこんにちは、日曜日恒例の大人チューブの時間がやってまいりました。今日はちょっと皆さん見えてますか、あの大人店長のフーの初登場となります。よろしくお願いします。ちょっとじっとしてますのであのキャンちゃんと一緒に出演させていただいてます。今年1年本当にあの大人を愛してくださってありがとうございました。いろいろとまだ至らない点も多かったと思うんですけれども、あの来年も、ずっと皆様にあの喜んでいただけるような大人の商品作りをしていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日はあの今から少しなんですけれども、年末年始にかけてあの皆様に見ていただきたい商品の少しだけですけどご紹介させていただきたいなと思ってますので、引き続きご覧ください。よろしくお願いします。と先ほどお話しさせていただいたように、あのこれからまた来年にかけて新しい商品が出るんですけれども、今回は私がもう仕入れ先ですごく気に入ってあの個人買いをしてしまった商品をちょっといくつか皆様にご覧いただきたいなっていうふうに思っています。今とりあえず着ているのがこのセーターですね。本当に、まあ、あの普通のセーターといえば普通のセーターなんですけど、すごくゆったりとしていてこんな感じで、ちょっとこれと、あと、まあ、あの今年すごく人気があるのはやっぱり大きい袖なんですね。こんな感じ で、あとお首、またこれもいずれ出ますので、その時にあの詳しく説明させていただきたいと思います。今回はちょっぴりっていうことになって、ご覧いただきたいと思います。次にですね、カジュアル大好きなビッグサイズが大好きな私が選びました。このトレーナー本当に大きいです。でこれも裏着物なので温かい素材となっています。割と何でも合わせやすいので、これからどう調理してくれるかはあのスタイリストの福原の上にかかってますので、本当に大きいです。で続いてこちらですね、これも1枚、あるいは、まあ、中身に何か封筒付きの、付けのパーカーの方を合わせていただいて、もう下は黒のレギンスだけでスタイリングが完成するという形で、すごく私も気に入りましたので、なかなかね、日本でもありそうでないんですね、この長さという、この大きさという。であと、これもまたすごく大きいです。後ろがこんな感じでロゴが入っています。でこれは、これもまたあのちょっと福原の腕次第なんですけれども、外側に着るのもあれば、中側にあの逆にこれを下にして上に何かを着る、その逆バージョン、どういう感じになるかお楽しみにしてください。どれもこれも、もう一目見て気に入って、あの私も買うっていう感じで買わせて、買った分にかけるので、どうぞお楽しみにしてください。あ、このベルトは、まあ、こういうの買ったら何でも合うっていう感じでこの置いています。はい、じゃあ私からのご紹介は以上です。スタイリスト私からはおすすめの商品、私が買った商品はこれです。すごくあの顔映えする、それもこのお袖がゆったりとした商品です。皆さんあの商品ページをお楽しみくださいね。はい、いかがでしたでしょうか。毎回あの仕入れのためにあの仕入れする特権って言ったら怒られちゃうんですけど、あのお二人が気に入るものをあの個人買いをしてあの奪い合ったりとかしてあのやっています。これからあの随時発売していきますので、お楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。以上です。バイバーイ。